はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。で、まず匂いですけど、このヘナウォーターってこう水の方は、北海道産にとりあえず僕はこだわってます。もう北海道で今札幌で美容室やってるんですが、北海道だからこそ作れるようなものをちょっと作りたいなと思って、ここにも北海道マークが、見えるでしょうか。北海道マークがどちらも入ってるんですけれども、北海道産をしてます。で、香りの方はこちらはハッカとか使ってますね。でこっちはラベンダーです。で、まずね、これじゃあどういうものなのかなっていうのが皆さん多分気になってると思うんですけども、どういう時にどういう風に使えばいいのかっていうのは、これはですね、オーガニックのものと、化学を融合させたものです。で、オーガニック商品と化学を融合させたっていう、このヘナウォータープラスとヘナウォーター、ヘナジェルプラスとヘナウォーターマイナス、これを、プラスとマイナスですから、これ2つ一緒に使うと、一番いい結果出ますね。まずこちらをスプレーさせていただいて、このようにスプレーをしていただいて、でつけていただいてコーミングします。で、アウトバスなので流さなくて大丈夫です。流すタイプのトリートメントではありません。お風呂上がってから使います。まあ、例えば寝癖直しだったりとか、まあ、そういうような感じでもいいですし、朝起きた時につける感じでいいと思います。あとお風呂上がった時とか、つけてください。で、オーガニックなだけに体に優しいものを使ってるんで、そのまま寝ていただいても大丈夫です。でこのままつけていただいてコーミングして、で、ボリュームが欲しい位置だったり、ちょっとまとめていきたいっていうところに、このウォーターじゃなくてこのジェル、これをワンプッシュで結構出るので、こちらをポイントにこうつけていただきます。これがまあ使い方で、乾かすで、トリートメント効果が発揮するっていうような、まあ、すごく単純なものです、使い方としては。でただ、まずこの使い方としてはこれを2つ使うんですが、まあ、2つ使えないよという方の場合、まあ、どっちかちょっとまず使ってみたいなっていう方は、どういう使い方があるかというと、まずじゃあこのジェルから、ヘナジェルプラスからちょっと説明したいと思います。まずこれの良さは、ボリュームです。絶対、ボリュームが出ます。例えば、ちょっとつむじが薄くなってきたとか、立ち上がりがちょっと少ないなとか、そういう方いらっしゃると思うんですね。特にこのつむじのあたりがボリューム出ませんよとか、そういう方の場合はこちらを使います。で、あとこの毛先の方とかのニュアンスをちょっとこう、まあ、毛先をちょっと重くしたい場合だったりとか、そういう場合もいいですし、とにかくね、重さとかボリュームを出すのはこれだと思ってください。いいですかね。こちらはヒアルロン酸の2倍ぐらいの、水を何でしょうね、蓄えてくれますから、ちょっと乾きづらくはなってしまうんですが、めちゃめちゃボリューム出ます。で、結構例えばここがすごい薄いとしますよね。トップのボリュームは出ない。ワンプッシュもしくは 0.5 プッシュからワンプッシュ取っていただきます。このような感じで今 0.5 プッシュですね。で、この 0.5 プッシュ取っていただいたのを、まあ、髪の毛に全体にこうつけるのもいいんですが、直接頭皮につけてくる、頭皮というかこの根元につけます。 0.5 プッシュの部分をボリュームを出したいトップにこうつけますね。なので結構年齢でいうと、もう本当に幅広い若い人から、結構60代70代ぐらいの方まで使えると思うんですよ。本当にここにボリュームが出なくて困ってる方って非常に多いと思うんですけど、これを使うだけで出ます。で、使い続けるとこのトリートメントっていうのは髪の毛が、だん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 扱いやすくなっていきます。そういうのも、そういう感じにちょっと作りました。で、直接こういう風にしていただいて、ドライヤーを当てていただきます。すげえブラブラですね。ちょっとグラグラしてる。
これ分かりますかね、ボリュームが結構出てるのは分かります。これ出てますよ。でパーマをかけなくても、このヘナジェルプラスを使うことでボリュームがこんなに出るんですね、簡単に。これ今濡れてる状態からやったんですけど、かなりボリュームが出ております。で、結構ですね、何に近いかっていうのがちょっと皆さん分かんないと思うんですけど、なんでこれヘナ使ったかっていうと、ヘナ自宅でやられてる方とか結構多いと思うんですけど、僕ヘナ好きなんで、持続性もありますし、結構長期間でトリートメント効果が出せるんで、これとこれを足していただければ、これをかけてこれをつけていただければ、まあヘナと同じではないんですけど、まあ例えるとしたら似たような効果が、まあ出るんじゃないかなっていうような感じですね。はい、あんまりちょっと効果的なことはちょっといろいろ大人の事情であんまり言えないと思うんですけど、まあそんなような感じです。だ結構自宅でヘナやってる方とかは、まあ、一度こういうのを使っていただいて、あ、なんかちょっといいんじゃないのっていう方は楽ですよね。これ混ぜて作ったりとかして塗って大変でじゃないですか。でこれを使うことによって同じような効果だったりとか、まあ、出たらいいんじゃないかなと思いますね。でこういう風にボリュームも出せますし、例えば毛先がペラペラの人とか、ちょっとロングの、ウィッグとか、ごめんなさいね、ちょっと今時間がちょっと今日なくて、営業後速攻で今やってるね、裏に落ちてたウィッグそのまま持ってきたんですけど、例えば今これ軽くはないですけど毛先が軽い、と思ってください。毛先が軽い人とかはこのジェルをつけて乾かすとここにボリュームが出せます。ですのでどういうことかっていうと、ボリュームを出したいとか重くしたい場所に使ってください。トップにボリューム出したいのはトップに塗る、毛先にボリュームが欲しかったら、毛先が疲れてしまって毛先が軽い人とか、そういう人は毛先を中心につけてください。で毛先にボリュームが出ますっていうような感じです。でヘナウォーターの方、ヘナウォーターマイナスの方は何かというと、これ熱に反応してくれます。でどういうことかというと、このヘナウォーターマイナスの方はこれはプシューってこうスプレーで出ますから、こういう風につけていただきますね。でコーミングしていただいて、でこうコーミングしていただいて、まあ乾かすんですけど、どっちかというと軽い質感です。サラサラの感じというか、軽い質感で演出できます。で熱に反応すると言いましたよね。なので、ドライヤーをかけることによって定着します。いいですかね、定着します。で、なぜ定着するかっていうと、まあ、こういうトリートメントっていうのは結構お水を使っております。でこれ北海道の黒松内っていう場所のお水です。で黒松内のお水を、ちょっとこう飛ばすわけですね、熱、ドライヤーとか熱で。そうすることによってトリートメント成分というのは加水分解されてて、水で溶かす、水だったりアルカリでこう溶かしたりとかしてるわけですけど、まあ、こういうトリートメント剤はこれは熱に反応するので、ドライヤーの熱だったり、あとコテ巻く人とかいらっしゃいますよね、ストレートアイロンとか。で、ちょっと熱いらないでしょ。例えば、毎日コテ巻きますよっていう人、もう簡単に言います。毎日コテ巻く人、アイロンかけますよっていう人、こういう人は、ヘナウォーターマイナスがいいです。なぜかっていうと、コテこう巻きながらですね、トリートメント成分を定着してくれるんで、髪も保護してくれますし、あとストレートアイロンでセットするよっていう方もこれをつけていただくといいです。スプレーをつけて
乾かしてからアイロンなど入れていただくとすごく効果発揮して継続できます。で、この2つの混ぜた時にちょっと若干泡立つ場合があります。これは化学反応です。若干ですよ。でこの2つのポイントとして、何が違うかっていうと、すごい上品な、表面にこうトリートメント効果を作ってくれるんですね。上品っていうのはすごい薄い、なんて言うんでしょうね、薄いトリートメント効果っていうんですかね、それが、上品な感じに演出してくれるのがポイントなんです。こちらは結構分かりやすい、結構ベトッとしたしっかりとしたものではなくて、すごく薄くて繊細な表面に膜を作ってくれて、それで保護してくれます、泡立ち自体を。でやればやるほど綺麗に、なっていくんですね、こちらの方は。っていうようなものをちょっと作りました。でまたまあこれ今急いで作ってる動画ですので、まあ、今後またもう動画どんどんちょっと作っていこうかなと思ってるんで、まあ今の段階でちょっとこう雑な動画で申し訳ないんですけど、まあ使い方としてはそんな感じです。